今日テレビで大谷翔平選手の開幕戦を応援していたのは兵庫県伊丹市に住む川崎さん一家家族揃って大谷選手の大ファンです3歳になる次男が大谷選手の活躍を見せるように手に持っているのはお兄ちゃんの写真お兄ちゃんの名前は 大谷翔平選手と同じ翔平ちゃんです大きな志を持って羽ばたいていくっていう意味もあったりで何より大谷翔平選手の翔平やってことでそれで決めましたね翔平ちゃんは生まれてすぐ拡張型心筋症という重い心臓病を患いずっと病気と戦ってきましたが2019年3月 一歳八ヶ月という短い人生で旅立ちましたこれは大谷選手がくださった、はい、翔平くんって書いて大谷選手が翔平ちゃんに送ったサインボール翔平ちゃんは生前大谷選手と交流があったのです14年ぶりに世界一となったサムライジャパン MVP にも選ばれた大谷選手 実は大活躍の裏で病気と戦う子どもたちを支援してきました大谷翔平選手と川崎さんの長男翔平ちゃん二人の翔平が顔を合わせたのは翔平ちゃんが亡くなる2ヶ月前のことでした当時にあの翔平君スクー会として頑張ってくれた役員の方が どうにか大谷選手と連絡取れないかなってことでちょっと動いてくれて大阪府内の病院で人工心臓をつけ闘病していた翔平ちゃん両親らが募金活動を行うなどアメリカでの心臓移植手術を目指していましたそんな我が子に応援のメッセージを送ってほしいと 母親の静葉さんが支援団体を通じて打診したところ大谷選手は同じ名前という縁で快諾大阪までお見舞いに来てくれました,た,たその後、募金が集まり移植に向け最終調整を行っていましたが渡米前に体調が悪化し翔平ちゃんは亡くなりました。ただ静葉さんは 今もも大谷選手に感謝しています元気をたたくさんもらったの翔平ちゃんの下に弟が2人生まれ今は兄弟三3人で野球観戦。なんかその日々やっぱ慌ただしし育てしている中で なかなかね、その忘れてはないんですけど。やっぱりそのこっちに集中しちゃう部分がやっぱ正直あって。なんですけど、やっぱ大谷選手活躍したり。頑張っておられるところ見ると。やっぱり翔平を思い出すしますし。すごいこう活躍している姿、またこうなんか自分自身もなんか勇気もらえるし。でね、大谷選手の活躍は。家族にとって。生きる力になっています。 えー、2人の翔平がつないだ命のバトン大谷翔平選手にあやかって命名され心臓の難病で1歳8ヶ月で亡くなった川崎翔平ちゃん、えー、お母さんの静葉さんは日本のこの移植医療について。 えー、子どものこの移植医療が進まない状況でもどかしいです翔平が亡くなった今私たちができることは大谷翔平選手をはじめ皆様への感謝の気持ちをもちろん病気と戦う子どもたちの力に少しでもなることだと思っています一人でも多くの方に移植医療について知っていただけると嬉しく思いますというふうにコメントをされています、えー、今回は大谷選手とそして、えー、闘病本当にあの最後まで頑張った翔平ちゃんとの のつながりをご紹介いたしました。